プロング法音は、哺乳孔クジラグーテ目、プロング法音かプロング法音族に分類される玉、ひずめめ。原生群では、本種のみで、プロング法音かプロング法音族を形成する。別名絵立つの霊を。アメリカ合衆国西部、カナダ南西部、メキシコ北部体長100から150センチメートル、肩高60から100センチメートル。 体重36から6 0ラム。背面は褐色から泡褐色の毛が生える。顎、耳、頸部から腹部、大腿部、で部には白い毛が生える。オスは角を持つが、メスの角はないか、あっても小さい。角は四角の構成種のように二股に枝分かれし年に一回、生え変わるが、骨質の角ではなく骨の基部の上に、 ウシカのような角質の鞘でできた角が生える。英名のプロングホームは枝図のい。草原や半砂漠地帯に生息する。カキになるとオスを中心とした10から30匹の小規模な群れを形成するが、冬季は大規模な群れを形成する。オスは縄張りを持つ。走るのが早く最高時速は 88km に達し、 さらに時速 70km 以上の速度を維持しつつ、長距離を走ることができるとされ、長距離層においては、チーター以上の速さを誇る動物とされている。北、アメリカには、チーターとの修練進化を遂げたピューマに近縁な、アメリカチーター族が生息していたことが判明しており、プロングホーンの足の速さは、アメリカチーター族から逃げるために発達したものだという説もある。 食性は草食性で草を食べる。繁殖形態は体勢で1回に1から2匹の幼体を出産する。危険を感じた時にはお尻の白い毛を逆立てて太陽光の反射により目立たせ仲間に伝える。この白い毛はお鏡と呼ばれ日本時家にも見られる。天敵にはヨー手がいる。特に幼獣が犠牲になりやすい。18世紀までは およそ3500万から5000万頭が生息していたと推測されるが、19世紀以降、人間の開発による生息地の破壊や、飼料の対象とされたことが原因で、生息数が1万頭前後まで激減し、アメリカ合衆国東部では絶滅した。現在は45万頭前後まで回復したとされるが、亜種によっては未だ絶滅の危機に瀕している。この点は、 同じ地域に生息していたアメリカバイソンについても同様のことが言える。ありがとうございます。